さあ、始まりました。おちちゃんです。さあ、今回は、はい、ジェイクです。はい、で、伊関先生にも今回おいでいただいてるんですけども、あ、多分ね、伊関さん、ニックのバックグラウンドそんなに知らないんじゃないかと思って。おお、いやいやいや、結構知ってますよ。そうですか。お笑い芸人、はい、もともとね、コンビ名は、コンビ名分かった。かわいそうです。もう聞くなよ。そこまでないから大丈夫。次元爆弾。そうそうそう、タイムワンっていう。そうそうそう、え、今も次元爆弾やってるんですか？次元爆弾やってるんですか？そうだね。野生爆弾と次元爆弾で。うん。そう、っていうのがあったんですね。全然お笑い知らないんですよ。全然知らない。ヤスコ好きですけどね。ヤスコ、ああ、そうですね。太ってる人が好き。そうですか。なるほど。今回、リックですね。はい。ここが変だよ、日本の英語教育って。はい。偉そうにバンバン言います。日本に来て、はい、なんでこんなことやってんのって思ったので、行ってもらおうかなと思います。まあ、ちょっと前やったのは、いろいろとバズったりしたんですけど、うん、まあ、賛否両論で。賛否両論ばっかりですよ、こういうのはね。本当そうですよ、毎回。適当なこと言うなとか、語源的にはとかって、いろんなのが来ましたけど。また応援しててください。そういう、いいね。そういうコメントバンバン。じゃあもう言っていいですか、一個。はい、爆弾だけに。はい、これは、結構怒る人も多いと思いますけど、英語の発音を勉強するとき、うん、発音記号じゃなくて、カタカナで覚えようとするのは良くないなって。おこれ賛否両論。これ賛否両論。賛否両論。うん、もう発音勉強するなら、もうちゃんと、うん、勉強しろっていう。英単語帳とかでもカタカナのやつあえて乗っけてるやつとかまでありますからね。そう、日本のやつだと発音記号全部理解できると発音が問題なくなっちゃうから、うん、まあ1ヶ月ぐらいかかるかもしれないんですけど、うん、カタカナでやるのは本当にもう弊害が。コメント来てほしい。あ、もう怠け者がやることだ。なるほど。いや別に Lazy bastard。 そう、まあ別に、いや分かる、All right は All right みたいな。でも結局なんか本当に発音記号結構大事じゃないですか、ね、理解できると本当に英語を理解できるよ。本当に多分スペリングよりは大事じゃない？うん、確かに。そう、別に学校で教える必要はないと思いますけど、あの、教えてほしいですけどね。そう、でももし本当に発音知りたいんだったらちゃんと発音記号、なるほど、2週間でも全然多分なんとか覚えることができると思うんで、はい、ぜひもうこれやってください、皆さん。はい、これはニックさんのね、書いていただいて構いませんので。何言ってんだこのアメリカ人が。いや、僕だったら絶対勉強しないよ、めんどくさい。俺はやんないけど、でもカタカナでもやんない。あの、でもそういう詳しく、そのなんていう、発音知りたいんだったら発音記号で、うん、たくさんそういう本とかあるから、もう、うんうん、まあそこ日本語では発音記号であんま勉強、日本語を勉強する人は、だから僕もその日本のペッチアクセンってあるじゃないですか。うん、はい、そうですね。そうだ、そうなんですよ。日本語は、ね、俺は勉強してないから。俺はあんま気にしない派なんだけど、うん、英語の発音めっちゃ気にする人がいるから、うん、そんなに気にするんだったら、発音ちゃんと勉強すればいいじゃないですかっていう。はい。日本語は肯定アクセントですからね。難しい。アメリカ。非常に、そう。アメ。うん、そう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 。関西だとね、変わっちゃう。ね、変わるね。そうそう。だから、間違ってるって言われると、いや、それは関西の言い方してる。そうそう。ちなみに発音の中で触れなかったんですけど、アクセントってどうですか？そう。だから、アクセントもめっちゃ大事だけど、はい、結局、アクセントは発音につながる。だって、手話っていう一番弱い、うん、あれがあるから、例えば、バナナ。の、ニャーナが一番強調してるけど、最初の手話が弱いから、そういうイントネーションになってるっていう。そうそう。ブの弱い音だから、ブナ、ナ。うん。でも、イントネーションを勉強すると、その発音勉強しなくてもね、多分、だいぶ、カナダでしょ。うん。カナダとか言うと、わかりづらいじゃん。だから、イントネーションを直すと、結構わかりやすくなると思いますけどね。そう、英語はね、そうそう。なるほど。vacation とかじゃないか。はいはいはい。そうそうそう、そう。k、なるほどですね。vacation ね。あ、なるほど。やっぱ、連動してますからね、発音とアクセント。そうだね。うんうんうん。確かに。はい、両方やった方がいいですね。です、うん、じゃあ、これが発音がまず一つ目でしたけど。はい。他にありますか、はい、日本人、これ英語が変だよ。他も全然、単語でもいいし、文法でもいいし。何でもいいですか。ガンと。俺、小学校か中学生の時から、昨日語のどうやって聞き取ればいいかの、授業はやった方がいいと思う。本当に簡単な言葉だからさ、the とか and とか with とか that とか、うん、でも強く言わないから誰も聞き取れなくて、うん、大学生までそれなんか、はい、超難しい言葉、例えば vegetation は聞き取れるけど、うん、なぜか the が聞き取れないと、うん、なんでだよって思うから、うん、
1年ぐらいファンクションワードをめっちゃリスニングをやると、うん、その後英語めっちゃ楽になると思う。確かにそうですね、うん、だから It was a good song みたいに言ってもそう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 、good song は聞くれるけど、そうだから小学生でもその単語を知ってるはずだから、うん、それのリスニングを練習すると、うん、もう楽チンマジで、うん、確かにそうだね。これはね、確かにありますね。やっぱディクテーション書き取りやらせてみると分かりますね。うん、そうだね。書けない。うんうんうん。確かに。ディクテーションの悪口ちょっと言っていいですか？お。あの、僕ディクテーションに対して反対ではないんですけど、うん、ディクテーション自体がスキルだから、うん、リスニングじゃないかな。ディクテーションは書かなきゃいけないから、うん、集中できないじゃん、そのリスニングの。なるほど。だからディクテーションはディクテーション、リスニングはリスニングだと思うけど、はい、でも。ディクテーションの機能がめっちゃわかる、はいはいはいね、僕もディクテーションはやった方がいいんだけど、ディクテーションだけやるのはあんまり賛成しないです、ね、あそうそうそう、ディクテーションなんか意味考えずね、音だけこう一生懸命キャッチしようとする人多いですね。あとだってアメリカ人でもできないから、ディクテーション難しいから、うん、あれを聞きながら書くの、うんうんうん、手が遅いとかだから、確かにこれをちょっと関連するんですけど、うん、シャドウイングで何でも英語できるようになるって今流行ってる習慣はバカだなって、うん、ごめん大人もいっぱいいるけど、別にシャドウイングでもやってもいいんですけど、これは多分発音だけ、うんうん、英語できるようになれないから、うん、シャドウイングで、あとシャドウイングも俺は英語のシャドウイングができない、おだからそれはスキル、うんそうだね、だからアツさんとかすごいからね、シャドウ。そう、シャドウィンはね。めちゃめちゃ。うん、でも多分アツさんは絶対僕と賛成すると思う。あ、あの、文法の勉強になれないし、うん、あの、単語の勉強にもなれないし、うん、結局音になれることなんですけど、うん、今はシャドウィンだけで英語ができるようになるみたいなことが多くて、うん、いや、それはちょっと大げさだと思います。もうめちゃめちゃ書かれる。そうそうそう。でも合ってますよね。シャドウィンだけで英語上手くなるんだったら、みんなシャドウィンだけでもうペラペラになってるから。うん、シャドウィンだけでは、うん、そうですね。そうそう、はい、もう、うん。あと、シャドウィンの問題はさ、その例えば本とか誰かのスピーチをシャドウィンすると、うん、本当にシャドウィンは文字を見ないで、そうですね、はい、言うんじゃないですか、はい、結構英語力が甘くないと無駄だと思うね、はい、同じセンテンスを2分繰り返して、うん、I went to the park, I went to the park, I went to the park, I went to the park を2分、うん、それを一緒に言うと音は多分できるようになるけど、やることは多すぎて、はい、前の文すぐ忘れるから意味あるかなって思う時もありますね、うんうん、だからシャドウィングをするんだったら短いものの方がいいかなっていう、おー、うん、そうですね、通訳者とか訓練で使うんですけどね、英語はね、はい、やるんですが、はい、なるほど、じゃあ次のやつは、はい、名前は本当にピーしないと送ります、わかりました、いいですか、はい、約束、はい、いいですよ、芸能人を使って、うん、新しい英語学習法みたいな支援もやめてほしいですね、はい、あ最近見つけた、ああめっちゃあるじゃん、そういうの、新しい学習法なんてないからだから新しい学習法があったらみんなその新しい学習法を使ってペラペラにもなってるし、うん、本当に申し訳ないんだけど言語学習はつまんないから、つまんなくて時間かかるから、うん、それを避けようとするとそれは夢の話だから、はい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 、あの絶対ピーしてくる、どう思いますかそういうの、まあマーケティングとしてはめっちゃいいと思いますよ、はいはい、でも新しいメソッドなんてそう簡単には生まれないと、そうそう、新しいメソッドは、そうですね、そう簡単には、まあこれからね脳にさワイヤーをつけて、はい、なんかなんていうの、刺激する、そうそう、それだったらね、うん、新しいメソッドになるかもしれないですけど、今は本当に単語を勉強する、文法を勉強する、たくさん英語を聞く、聞いて上手くなって喋るっていう、うん、それ以外はないから、あとテスト受かりたいんだったらテストのやり方も勉強しなきゃいけない、うん、それを避けることはできないっていう、確かにいいですね、やばい、コメントは来そうな昔のね、あ昔じゃないですけど、その全裸監督見ました、見てない、見てない、なんか最初は英語のコンテンツを売ってた人ですよね、覚えてる、うん、ああ確かに売ってた、売ってた、本当に今一切変わってないから、うん、そのみんなが全く同じな、これは新しいみたいな、ああそういう、その人は監督になる前に、うん、ドアツードア販売して、こういう英語と、で英語ペラペラになりますよみたいな、この教材を買えばって、はいはい、高額な英語教材を販売するっていうあれですね、うんうん、だからそのテストは必要、なぜかっていうと人のレベルを確認するためにテストやるじゃないですか、はいはい、この大学に入っていい、いやこの人は足りないねみたいな、うん、感じなんですけど、それプラスその学生たちが好きなコンテンツをああ見たり聞いたり、そうそうそう、それはないと数学みたいな感じになっちゃうから、う
言語も数学でもないから、そうだね、楽しいこともたくさんあるし、うんうん、確かに。もう小学生の時から英語も勉強しながら自分の好きなものを聞いたりするっていう授業もあってもいいかなって。うんうん、やっぱり足りないですか、聞いてる時間が。日本聞いてる時間が足りない。英語についての日本語の説明ばっか聞いてると、分析知識は理解できてるけど、うんうん、英語のレベルは別にアップしてないから、うんうんうん、そうですね。確かに。うん、普通のね、日本の授業だったら 95% ぐらい日本語で、そうだから5% ぐらいですね、うん、だからその授業は1時間やるとしたらまた1時間英語を聞く、うん、まあもちろんね英語以外の大事な科目はたくさんあると思いますけど、うん、でも今大学に入るには英語が一番大事でしたっけ、あ、まあそうですね、ところが多いですね、そうところが多いから、そんなに大事だったら本当に英語を習得するための授業もあってもいいんじゃないですか、うん、論理的な部分を勉強する授業と、うん、実践の両方やると多分絶対日本人は上手くなると思います、うん、確かに、はい、あ、なるほど、ということで今回はニックに日本の英語教育に諸申していただきました。ぜひ文句言いたい方はコメント欄にお待ちしておりますので、はい、ぜひ、ということでございました。ありがとうございました。バイバイ。